アフィはアメリカ合衆国で生まれ、香港で育ち、現在パリをベースに活躍するミュージシャン。一児の母。アーティストネームはフランス語で卵の意味である。フロリダ州にてアンナ・キャサリン・ハートリーとして生まれる。すぐに家族は香港に引っ越し、幼年期の大半を香港で過ごした。転勤で一度フランスに住むことになり、アメリカよりヨーロッパが気に入っていたので、そのまま住むことにした。パリのインターナショナルスクールに通っていたが、音楽のために中退。2008年にグラフィックアーティストのアンドレ・サライバと結婚したが、2009年の夏に離婚した。その後2009年の10月に2人の娘が生まれた。2005年に、あの頃の彼氏、Feadzの楽曲、アフィー&メのボーカルに参加したことから、本格的に作曲活動を始めるようになる。その直後にはシングル、ポップ・ザ・グロックを自ら作成。グライムやクランク、ヒップホップ、アシッドハウスから影響を受けた先鋭的なエレクトロサウンドで、アンダーグラウンドシーンで大きな話題を呼ぶ。そして、このデモを聞いた。フランスのエレクトロレーベル、エドバンガーレコードのオーナーの気を引き、契約を結ぶことになる。その後、このレーベルを通じて、2006年2月27日に、ポップ・ザ・グロックをデビューシングルとして、正式に発表することになる。その後も、人気バンド、ジャスティスの楽曲に参加するなど、多方面で活躍。次第にその名を世に広め、マイスペースでは1500万回以上の視聴を記録するなど、ヨーロッパのクラブシーンで不動の地位を確立し始めていた。2008年にはデビューアルバムの発売予定もあったが、その後に結婚と離婚、そして妊娠など様々なことが重なり、延期され続けてしまう。そして、デビューから4年近くが経っていた2010年6月15日に、ようやくデビューアルバム、セックスドリームス&デニムジーンズがヨーロッパでリリースされた。このアルバムには彼女の代表曲でもあるポップザグロックの他にファレルをゲストに迎えたアド SUV も収録されている。また直前の4月3日にはレバロンでパリでのパフォーマンスのため来日を果たしていた。アフィー、ありがとうございます。